次、アルゼンチンの17歳指名エチェベリ獲得きた。クラウディオ・エチェベリ、マンチェスター・シティ・ヒアリー号、シティとリバープレートとの間で、契約締結のための書類のやり取りが行われている。2006年生まれのアルゼンチンの才能は、2024年12月までリバープレートに留まり、その後ヨーロッパに渡る、エチェベリは6年契約。新年早々エチェベリ・ヒアリー号来てて草、バルサに来て欲しかったわー。エチェベリ君来た、アルバレスの成功でアルゼンチンルートが開かれたのはデカすぎるな。エチェベリ・ヒアリー号来た、2024年12月から合流。エチェベリ3年後には8000万超えてるだろうな。エチェベリ君がどれほどの選手か知らんけど、金で分取られて悔しがってるクレちゃんを見るのは最高やんね。アルバレスコースかペローネ見たく、23年くらいジローナとかにレンタルか。エチェベリはユースかレンタル出すのかな。トップにそのまま入るならどんな選手か気になるけど。エチェベリはプロ組織に入団してて打つ。